今ざーっと言ったことをちょっとポイントに分けてみたんです、はいはい、なぜ完全黙秘したのかっていうのがわからない、はいはいね、弁護側は聞いた話ですから、うん、自分が言った、うん、警察側はやったとは言わないですよね、うん、だこれがわからない、うん、だから第一審の弁護人とコミュニケーションは取れてたのか、うん、だから同意事件があるわけです。だからさっき言ったその、うん、認めますって言ったのと完全黙秘、はい、で今マスミさん怒ってるらしいんですよ、うんうん、なんで弁護団は同意させたんだと、うん、だマスミさんもだこういう事件もよく分かってないし、うん、普通被告人にはね弁護人っていうのは資料全部送るじゃないですか、うん、でもなんか膨大なし段ボールで何十個っていう、うんうん、だから聞いてないらしいんですよね、うん、林さんは、うん、っていうことで第一審の弁護人と被告人のコミュニケーション、だからさっきのバーベキューのことも聞いていれば、うんはい、えなんでそんなとこでやったんですかって質問が出てれば、うん、えやってないですよって話になれば、はい、え不同意になりますよね。そうですね。見たく、うん、全部出してこうちゃんと聞いていれば、うん、争ったんじゃないかというだどういうコミュニケーションだったのかっていうのが疑問だというふうに先生はおっしゃってるんですよね、うんうん、なるほど、はい、次お願いします。はい、で、保険金請求にとって必要不可欠なのが医師のうん、診断書、はい、これが乱発されているわけですよ、うんうん、でね林真澄さんじゃないや健二さんは高度障害の復活ないやつは死亡保険金と同じ金額が出るらしいんですよ。なるほど。2回もらってるんですよ。うーん、だからある意味2回死んでるんですよ、はい、だって1回でもう治らないっつって保険金もらってう、ね、はい、もう1回もらってるのは俺ぐらいだろうって言うんですよ。うーん、だからとんでもないんですけれども、 そうですね、でも通ったっていうことは医者が2回書いてる、うん、ね、もしくは違う者かもしれないけど、そもそも2回目何か犯した時にはもうすでに高度障害であるはず、あるはずなんです、なのにっていうことですね、うん、で他にもね給付金とか給付金詐欺もあるんですよ、うん、要は保険金じゃなくてこう入院給付金みたいな、はいはい、で5日以上入院しないとダメだから、うんうん、5日間ね4日目に退院しろって1回言われて困ってまたの舐めたんだよねみたいなでもちょっとね信じられないんですけど、はい、それ自体はねもう犯罪なのでね、犯罪なんですよ、ね、それを本人認めてね、はい、やってるし、はいはい、だから林健二さんをどうのこうのっていうことを言えばね、うんうんうん、でもやってないものがあるから応援してるわけで、はい、ね、だから林健二さんは反省してくださいって話だし、はい、ちゃんと刑に服してるわけですから、はい、まあ、あの支援してるのは真澄さんのねこの事件ですからね、はいはい、なるほど。で次がですね、はい、保険金の受取人は法定相続人じゃない法定人、うん、法定の人になると受け取れない、法定相続人相続人みたいな、うん、はい、だから真澄さんは保険金の受取人ではないんです。だから僕が川崎さんを殺しても娘さんに保険金が行くのであって僕に来ないから保険金で殺す意味はないでしょ、絶対ないですよね、でもないんですよ。でも保険屋さんだから管理はしてるわけです、ね、で保険金のほじゃあ通帳と印鑑を持ってたら俺はできるでしょって話なんですよ。川崎さんの通帳と印鑑を持ってて、はい、ね、ここに振り込まれるようにしたと、うんうん、で僕が殺したとしたらここに入るんで僕は下ろせるじゃないですか、うん、なるほど。その私の通帳と印鑑を鶴瓶さんが持ってる前提でね、うん、はい、っていうことを言う人もいるんですが、うん、なるほど。これはまだ僕は調べてませんけど、はい、受取人に連絡が行くんですって、うん、保険金が下りましたという連絡が本人に行くんです。うんうん、受け取り人本人にね、うんうん、だから娘さんが受け取り人にしてると、はい、僕が殺して通帳を持ってても娘さんにお母さんの保険金がおりましたっていう連絡が行くと、うんうん、何あんた返してよって話になるじゃないですか、うん、そうですね。だからそういうとこ調べてるんですかっていうのふうに先生はおっしゃるわけですよ、うんうんうん、だから保険金詐欺は自分に来るからね、はい、だからあのでもさっきの有罪は真澄さんが受け取ったというような形で有罪になってるわけですよね。保険金目的でやって、はい、いやだから どうして受け取れるんですか、ね、はいはい、そもそもシステムとして成り立たないでしょっていう話ですよね、うん、だからその辺がその愛さんのね、うん、特
ところ、うん、今日、まあ、俺は A 氏になってますけど、はい、警察一家で厳しい家なんですよね、だから絶対わかるじゃないです か、だからその辺もちゃんと調べてないんじゃないんですかっていうふうに言ってるわけですよ、うん、なるほど、はい、次お願いして、はい、これですね、その A 氏、うん、その A 氏、まあ、I さん A 氏って言ってるのは、はい、取り調べになった時に警察の感謝に保護してるんです。そんなことあるんですか。でね、はい、片岡さんっていうジャーナリストがその場所に行ったんですって、検事さんと、はい、だからね、ほんと山奥なんですって、うん、コンビニもないし何にもない、その警察の宿舎が感謝、うん、だからこんなとこに4ヶ月いたら嫌になるわって、じゃ弁護団はそこに行ったのかって、でそこに4ヶ月間保護して、うん、ね、その時に全部調書ができてるんですよ。で一家が警察一家なんですよ、親とか兄弟とか警察内部に取り込んで警察に都合のいい調書を取った可能性があるということですね。で僕は他の事件でも要は軟禁したり、うん、でも警察がねホテルとかはあるけど、うん、あと僕は違う事件で銀行の事件は銀行の官舎にやっぱり軟禁してるんですよ、うん、表向きはマスコミかなを助けるっていう、はい、その期間に全部シナリオができてるたんですよ。なるほど、それは、うん、でそれは本人が認めてるんで、じゃあもうそういう手口というか警察のやり口というのはあるということですね、うん、でちょっと前に海上保安庁かなんかで銃撃かなんかした事件の時に、そのあビデオを流出させた人にその人を一回そこに海上保安庁の中に保管というか保護しました、うん、いやだから身柄を向こうに取ってるわけですよ、うん、安全という名のもとに。でその後に高野山の僧侶になってるんです、この方ね、この方が、なので外部と遮断してるじゃないですか、うんうん、でその後に警察官の色を専門するにするクリーニング店に就職してるんです。ずっとだから監視されてるようなもんですよね、囲われてるというか、まあ、監視されてるというか、うん、なるほど。でこの人は借金があって、うん、ヤクザから追い込みかけられてたんです、ね、うんうん、で林さんのところに住み込んで逃げてたんですって。だから親にねバレることがすごく嫌だった、うーん、で自分でヒ素を使ってるんです。これもねもう出てますけど、林さんはオロナイ軟膏の瓶にから空き瓶にヒ素を入れてたんです。うん、でこう置いてあったんです、うん、で賭け麻雀が高いんですよ、ルートが、うんうん、ね、でなんか聞くと持ち金を全部積むんですって、現金で目の前に、うん、でそれで一番勝った人が全部持っていくんですって、うん、なんかものすごい賭博場みたいななんか絵が出てきちゃいましたけど、だから考えられない金額なんて、はい、1000万単位が動くんです。だからもう信じられないでしょ皆さんはっていう、でもそういう世界なんです。だからそういう方々が来るんですよ、でも勝てば2000万持っていくわけで、負ければ500万とか取られるみたいな、でカモがいるんだよなんて言ってましたから、だからそれもとんでもない話になる、まあ、そこは犯罪のまた範疇に、ねね、入ってきますけれどもね、ど、はい、でだから自分は参加できないんですって、見てるだけになっちゃう、うん、お金がないから積めないから、で検事さん、検事さんなんでね、遊んでばっかりで金取ってるの教えてくださいよって言った時に、これはなって偽薬なんだ、これ飲むとな倒れるんだ、ちょっとだけで保険金だ、お前も欲しかったら飲んでみたらなんて言って自分で飲んでる、で実際に保険金やってる、はい、であとね当たり屋さんだったんですってだよく当たって保険金、はい、そういう人だったらしいんですよ。先ほどのあのヤビツソウにも関わってるのがねこの方ですもんね、はい、でこの人の証言のみで有罪になってる、先のヤビツソウ事件とかね、全部4つの事件、はい、じゃあ彼の証言の信用性っていうのをどれぐらい検討してるのかっていうのを先生は分析してるんですが、検討してないんですよ。なるほど、この終始見張られている状態で、まあ何か余計なことは言わないようにっていう、本当のことを喋らないようにずっと監視されている彼の証言のみで、先ほどの有罪のパート2の部分が構成されているということですね。それはいかがなものかっていうのが先生の主張なんです。はい、で次お願いします。
でね、これはカレー事件ですかね。カレー事件。今度はこれは純粋カレーなんですけど。パート1のところですね。はい。はい、で、さらにこう動機の部分なんですけど、うんうん、この事件って動機不明で有罪になってるんですよ、ね。そもそも先ほどから言ってる保険金詐欺事件ではない事件がね、唯一ね。はい。うん、で、なんか激高する人とか、うん、地域住民とうまくいってなくて、うん、恨みがとかね。だから、いや、うまくなんかいってないよ。引っ越して2年ぐらいで。うん、で、前の家が、あの、反社会的団体の方の家だったんですって。だからそもそも浮いてた。あ、その前にの住人がということですか。で、増美さんたちが住む前にっていう、ね、はいはい、でそれで買って増美さんたちが住んで、それがさっきの放火の人との関係にも、ね、反社会的団体の方ですっていうのが、はい、そことの関係もあるわけですよ。なるほど。その方経由でお家買ってるっていうのがあるんですね。流れとかがあって、はい、なるほど。あ、ちょっとさっきのお願いします。はい、これですね。で、判決文に書いてる量が、450名から1300人の致死量のヒ素が紙コップで入れてるんです、うん、ね。じゃあそうだとしたらと、相当なね、範囲の強烈さがあるよね、はい、だってあの地域住民全部死ぬわけでしょ。450人とかってね、50人だから入れたら全員死ぬわけですよ、はい、強烈ですよね、うん。だったらね、当日までどういう準備をしたのかとか、うん、それから夏祭りの関係、うん、から、住民に対して抱いてた感情はどうなのかとか、うん、これまでのいきさつ、住人とか、その動機の裏付けになるようなところですね、これがね、うん、ね。それからそもそも被告人の生き様だとか、はい、ね。で、その地域は夏祭りの後に地域がこう、あ、移転しないと入れないでしょ。自分がやって殺したら引っ越ししないとみんな死ぬんですから、はいはい、で自分だけ生きてる、ね、生き残ってるわけですから、あんたってことになりますよね。じゃあそういう計画があったのかどうかとか、うん、ね。だからこういうことを全部調べないと、これだけの量入れてるんだから、うん、やっぱり動機深い目で有罪はないでしょ。だって動機は探せるでしょ、うん、もし入れてたとしたらってことですよね。 その基礎の文章通りね、ね、うん。やっぱそれだけ入れてたらやっぱり確かにそうですよね。そうですね、範囲が明らかですもんね、ね、うん、で保険金は入らないわけですから、はい、相当な何かが地域にないと、はい、うん、だって地域抹殺計画ですよ。それが計画的であったとしたなら、そういう背景があってしかるべきだよねって、このね、あから奇妙ような状態があるはずだよねっていうことですよね、うん、だこういうことが全部調べられていない中で判決が書かれてるよね、うん、はい。だからもちろん警察の取り調べもずさんだし、うんうん、検察もずさんだし、うん、弁護人もずさんだし、うん、裁判所もずさんだし、ちょっとこう単なる冤罪じゃなくて、うん、仕組まれた冤罪で、生田先生も元裁判官ですから、同じ裁判官としていくらなんでもこの判決はおかしすぎると、悪いけど恥だと、日本の、うん、恥をこのままに放置しておくことはできないっていう思いで、生田先生はこの再審に取り組んでいると。だから 1,2,3 に分けたのは別な事件だからだっていう。事件としてはこう和歌山カレー事件になりますけど、毒カレーの事件が1で、その他ね、争った事件4つも、もう1つで。で、争ってない事件も。ね、それを1個で有罪なものですね、やると理解できないと、人は。なので3つに分けて順番に出して、だからまあ日本食じゃなくてね、フランス料理のようにコースでね、コースで分けて、まずカレーのね、ってカレーはやっぱりカレー事件で入ってるから、カレー事件で入って順番にこう、さっき見せたけど、あの下がっていくような感じ、だから僕は逆に理解するには下から上がっていって理解したら、え、じゃあなんでカレーなのっていうふうに率直に疑問を持つじゃないですか。それこそあれですよね、その今回弁護人をしてくださっている最新のね、弁護人である生田先生が、この事件のそれこそ最初 の裁判官だったとしたら、この事件トータルをそんなふうに見たかもねっていうことですよね。いや、もう完全にさんもそう。で、こういうふうに見たら、ここで有罪になりますかっていうような、そういう疑問がね、先生の中でやっぱりこう生まれてらっしゃるってことですよね。うん、はい。まあね、この後、まあ次の作戦が
あるんでしょうけど、うん、やっぱり社会の人がね、はい、生きるというか、うん、いくらなんでもひどいよねっていうふうに思わないと、うん、裁判所も動かないし、そうですね、怖いのは逆に危ないから執行するっていう、うんうんうん、こともあるじゃないですか、はい、だからまあオリンピックがあるんでね、うん、今年はオリンピックの期間は大丈夫かと思う、ね、北京オリンピックですね、うん、はい、その後ワールドカップかな、はあ、なるほど、があるともしかしたらねやらない、うん、でもね年末3人行われましたから執行がありましたからね、うん、来年の、はい、あ今年か今年の年末ねどうなるかもわからないから、うん、そうですね、スピード感を持ちながら、うん、確実にこう抑えていって、うん、まさか執行しないよねっていう、うん、だからそこが立証すればするほど執行が近づく可能性もあるし、うん、逆にこれでやったらもうダメだよねまでこう一気にこう世論をね持っていくっていう部分で、まあこうやってね話をすることもそうだし、こうやって本出すこともそうだし、でね5月に東京で勉強会を開くっていうことが内定しまして、林健二さんも来てくださる、だから青空の会っていう支援している団体の代表も来ますっていうことで、一応僕が東京にいるんで、はい、いろんな会場のこととか、うん、受付とかね、うん、司会進行とかなんか、まあ、100人ぐらいはね呼びたいなと思ってるんですけど、うん、そうですね、なんか本来だったら それこそメディアの方とかでも聞いていただいてね、今回はねだから東京なんで、うん、はい、呼べるっていうかね案内は出せるんで、うん、そうですね、うん、だからそれで取材してもらえればいいかなと思って、うん、まだちょっとね5月なんで時間はあるんで、はい、会場探しから入って、うん、あとは東京なら誰か呼べる場合もあるじゃないですか、うんうん、まあ、それ先生と相談しながら、はい、まあ、企画も含めてね、うん、単なる今まで通り先生と、健二さん呼んでやるのか、うん、誰か同じ冤罪被害者の方とか、うん、なんかとか弁護士さんにね、うん、ちょっとジャーナリストの方とかね講演をしてもらうとか、うん、はい、なんかで、まあ、案内状をまたどう出すかとか、うん、また先生と近々本のこととそのことを打ち合わせしてやっていきたいと思うんですが、はい、うん、知れば知るほど変な事件ですね。本当ですね。なんか真実が明らかになるとその本来出さなきゃいけない海がいっぱい出てきそうな感じですね、うん、先ほどのその診断書のこととかもそうですし、警察内部のその賄賂の実態とかそういうことも含めていろいろなんか明らかになりそうですね。だから僕に、はい、まあ、支援者の中のねある人が僕に対してその A さんとかね、うん、H さんのところに会いに行って、うん、ぶっちゃけどうなんですかって聞いたりはしないんですかって僕に質問が来たりして、うん、まあ、ジャーナリストというね、うん、あれもあって、うん、だからそこは今考え中ですよね、うん、そのノアミっていうね科捜研の人のところは行ってみましたよ、はい、結局会えなくてお手紙も書いたけど返事もない、うん、じゃあそこに行って片岡さんという方はその A さんには会ってるんですよね、うん、で取材してそれも記事になってますけれども、うん、で感想も書いてて、うん、じゃあまた会ってくれるかどうかもわからないし、うん、彼以上のことを聞けるかどうかだし、うん、多分言わなかったりしてもこう肌でね、うん、あこれ嘘ついてるなとか本当だなとかしなくちゃいけないし、うん、もしかしたらお金をね包まないとダメかもしれないし、うん、じゃあその H さんはね、うん、今存命っていうことは分かってるんですけれども、うん、要はそういう方がですから、うん、今引退してるとしても、うん、なんか僕ごときが言ってそうですね、なんかこう話されるかどうか鶴瓶さんの身の危険の方もね、うん、考えないといけない気もしますけど、で確信ついちゃったら分かんないじゃないですか、はい、うん、そうですね、で本当のこと言う保証なんかないし、もちろんそうですね、っていう中 で今は先生の作戦は、うん、そういうなんかそこでいや場外戦じゃなくて、うん、証人に呼んで、うん、裁判長の前で全部質問して、うん、答えさせたいというのが先生ので、弁護人だから自分が直接動いたり、はい、だから先生の指示で僕が動いたりすると逆に裁判上マイナスでなんか強要したとかね、うんうん、そうですね、うん、じゃあ僕が勝手に動いてもこうやって本出してるし、うん、先生とつるんでるってことは分かるじゃないですか、うん、その中で僕が動くっていうことも裁判上にマイナスになるんであればちょっと動けないなっていう、うん、そうですね、うん、ことで、だから先生は行けとは言わないですよね、うんうん、立場上もあるから、だ僕が自分の判断で勝手に行くっていうことになるじゃない、それを先生が止めることは逆にできないですよね、うん、僕の個人のことだから、
じゃあそれを やることが再審においてプラスになるのかマイナスになるのか、それは真実の究明という部分で僕は僕でやっぱり会って聞きたいという思いはもちろんありますけれども、ちょっとそれやることは今そうですね、本当に熟考しないと勝手に動くことで真澄さんにマイナスになる可能性もあるので、なんかやはり今日のようなもともと和歌山カレー事件というのは一件の七つ祭りのカレー事件ではなくて23件の毒盛事件というので構成されていると、でその中の有罪となった事件がベースとなってだからカレー事件もやったよねっていう構成で、結局ね有罪になっているという、カレー事件自体が有罪になっているというそのことが分かるだけでも世の中の人はやっぱり私たち含めてね、一般のいわゆる市民がそうなのということがね、しかもその有罪となっている事件というのは実はこうでねっていうこの本にね書かれている内容が分かると、そういうことなのっていうね、そこはやっぱり広く知っていただく方がなんか大事な気もしますけれども ね今チャートねちょっとまあ途中のやつ出して、はい、なんかね、チャートにしないと分からないと思うんですよ、図にして。そうですね、だからそれも一枚では終わらないから、なんかもっと工夫しながら読むというよりは見て分かるものをつけて、それでその解説みたいなものにしないとなかなか分かっていただけないし、推測の部分もあるし、一応真澄さんの言うことを信じるという前提のもとに書面とか裏を取りながら、あとは矛盾点がでやりながら、先生も何回も角度を変えて聞いてるんですって。でやっぱり嘘はねどっかでほころびが出ると、でもずっと変わらないで言ってるものだけを取ったり、あとは裁判資料で確信が取れるものをもっとあるっていうんですけど、まだその資料が出てこなかったり、和歌山地裁に行くと最高裁に送りましたって言って、最高裁に行くとまだ和歌山から来てませんって言って、手になかなか入らないんだよねって言って、まあ今もう正式に弁護人になったので、まあ今書面出す嵐がねちょっと肩がついたら、もう一回もうたらい回しですよね。で当たって本物のね、要は出てきてない資料のものをね精査すると。だから今ねこの無罪になった事件もある、主文無罪っていう判決文は先生のところにないんですって。そうなんですか。その書面すら出てこない。だから先生ありえないですよねって、ありえないよって、どこにあるんですかとか出てこないんだよ今のところっつって、で真澄さんにはね出してくれって言ってるらしいんですけど、今のところまだ先生の手元にはないということで、ね、聞いてるどなたか持ってればコピーして送っていただければ本当ですよ ね、コピー大変ならこっちでコピーして返しますんで、そのあれですかね、その別途再審をそもそもやられてた弁護士さんとかのところにもないんですかね。わかんないです、で先生は今のところ連絡を取る気はないと。ああなるほど、まあね、いろいろな作戦とかねありますしね、あるし、こうね、向こうは向こうのやっぱり ね自分のが取り下げられてるから、そこはなんかね一素人が入っちゃいけない世界かなと思って、どうなんですかって言ったら、いやコンタクトは取ってない、これからも取る気がないっていうのが先生がおっしゃってることなんで、そもそものその第一審第二審とかの弁護人とかとも先生は今のところされてないね、まあ、でも裁判所から本来入るはずですよ ね、そうですよね、そこになきゃおかしいはずですからね、その本来のルートでぜひね出していただければと思うんですが、ね、先生がそれで一審の弁護人とかに取ってあってね、僕はもらえないですから、ね、先生は、立場としてねもらえる可能性がある、そうですね、でも裁判所は絶対あるはずなんですよ、そうです、そちらのね本来のルートがねきちんと整ってないとおかしいはずですか、それは次のレベルで先生やるって言ってたんで、そうですね、まあ、それを待って確信を持ってもっとね突っ込んでいけるものは突っ込んでいきたいなと思ってますね、かなり複雑な事件であることもね、いやもう複雑で、ね、やっとここまで紐解けてきたっていうことですよね、そういうことですね、ね、今日お話聞いていただいて、あそういうことなのちょっとね見てみたいなと思われた方はぜひ先ほどの3冊ちょっと戻っていきましょう、
こちらですね、こちらの1、2、3の書面、はい、そして、今出てるのがこの1の方の解説書、そして、最新一番新しいあの YouTube の、ね、はい、YouTube、勉強会はこちらでもうすでにアップされているということで、まあ、今週中にはもう1本出るだろうということですので、ぜひ、ね、あの関心持たれた方はご覧いただけたらと思います。それでは本日はこれで終わりにしましょう。鶴瓶さん、そしてあのスタッフの皆さん、で今日聞いていただけた皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。